どうも島田秀平です。皆さん霊を見たことがあるって方どれぐらいいらっしゃるんですかね。これね僕もね思ってたんです。幽霊っていうのはねいわゆる薄暗いぼーっとしてるとかなんか恨めしそうになんかこうね見えるみたいなはっきり見えないものうわ見た怖いっていうイメージだったんですけど意外とねその辺にいる人間と変わらないぐらいはっきり見えていることがあるらしいんです。それこそ自分が幽霊を見たと気づいていない人結構多いらしいんですよね。ある霊能者の方は言います。怖くてね車が運転できないんですって。その方からするとねもう生きてる人間と死んでる人間もう区別がつかないから怖くて運転できないっていうらしいんですよね。だからもしかすると皆さん今日もいろんな方とすれ違いましたよね。人混みに行きました。その時気づいてないだけでその中の何人かは幽霊だったのかもしれない。それぐらい幽霊ってはっきり見えちゃうのかもしれないですよね。実はねこういう話ニュースにもなっていて全国でもねかなり報告例があるんですよ。こんな話ご存知でしょうか。例えばですねこれ今年2019年3月25日実際にニュースになった話です。JR 中央線の線路に飛び込んだはずの人物が忽然と姿を消した。こういうニュースが飛び込んできたんですね。この詳しく言いますと、新宿発松本行きの特急厚さ33号、特急ですね。これが25日、3月25日の夜8時頃、武蔵小金井駅、東京都小金井市の武蔵小金井駅で非常停車をしたと。運転士がホームから人が線路に飛び込んだのに気づいてブレーキを作動させたが、その後の捜索で車両周辺に負傷者は一切見当たらなかったという。これニュースになったんですね。この時ね、ネット上では、うわぁ幽霊が出たってかなりざわついたということがあったんですね。でね、こんなニュースが飛び込んできたら、やっぱりね、何人かの記者さん、取材申し込みますよね。JR に取材をしたところ、次のような回答があったそうです。人が飛び込んだのは、あずさ33号の運転士が見たので、間違いありません。ただ、線路には人影がなく、列車にも人が衝突した形跡がなかったため、当社としても困惑しております。困惑。困惑ですよ。そして、監視カメラの映像については、お答えできないことになっています。答えられないの？なんで教えてよみたいな。そこ濁すの？びっくりしますよね。とこれ実際にですね、この影響で列車はおよそ1時間停車をし、およそ3万7000人の足に影響が出たという。これ実際にこういうことあったんですよ。で、運転手の方がしっかり見た。しかも止めた電車を。なのに人がいない。これじゃ誰だったのって話ですよね。でこんな話ね、実はめちゃくちゃありまして、これ他にもですね、例えば2015年6月、神奈川県茅ヶ崎駅に電車が入ろうとしたところ、運転手が線路にいる子供を見つけた。やばい！ぶつかる！キキー！急ブレーキをかけたんですが間に合わない。バーン！子供を引いてしまったそうなんですね。運転手は慌てて電車を降りてその子を探したんですが、不可解なことに線路には誰もいなかった。それどころか事故の後もなかったそうなんです。で、これすごいのがですね、この瞬間にホームにいたたくさんの乗客たちもそれを見ていたという、こういう証言があるんですね。みんなが、ああ、子供が跳ねられた！駅は騒然となったらしいんです。しかし子供は見つからない。で、この時、駅の監視カメラには誰も映っていなかったという発表があったそうで、何人もの人間がその事故を確かに見た。でも、謎の事故としてこれ新聞に載ったそうなんです。不思議ですよね。他にもですね、2010年の11月、山形県で、貨物列車が人を引いてしまったという事故。しかもこの時は、60代の女性が引かれてしまったというくらい、明確に、どんな人物までか、周りの人が見ていたのに、忽然と姿を消してしまった。2010年5月には東京中央線西荻窪駅、ホームから男性が線路に落ちたところに電車がバーンと来て、ドーンという衝突音までたくさんの方が聞いたのに、男性の姿は見つからなかったという。こんな風にですね、たくさんの
はい。まあ、これ、新聞やね、ニュースになった以外にも、駅ではね、こういう話、たくさんあると言われてるんですね。じゃあ、なんで、駅のホーム、駅近辺でこういう話がたくさん起きてるのって、疑問に思いますよね。あるね、一つの説があるんですよ。何かっていうとね、人間って通常、聞こえる音って限られてるんですって。聞こえる音というのは、20Hz から、だいたい2万 Hz くらいまで。つまりですね、19Hz 以下の超低周波の音というのは、まあ、体には作用してるんだけども、実際には聞こえない音とされているんですね。19Hz 以下、超低周波の音は聞こえない。でもね、間違いなくその音は出てるんですよ。でね、この超低周波の音というのが、幻覚を見させる音なんじゃないかという説があるらしいんですね。で、この19Hz 以下の音がよく出ている場所、まあ、出る環境というのは、強い風が吹いた後、山の中、心霊スポットなんかでこの超低周波の音がよくね、まあ、出てるらしいんですよ。で、さらに、電車が通り過ぎるとき、ここでもね、この音が強く出ると言われているらしいんですね。ということは、電車が通り過ぎる、その時の超低周波の音が、不思議なものを見えやすく、つまり霊を見させてしまっているのではないかという話があるんですよね。そう考えると、これから駅、ちょっと怖いですよね。でね、こういう不思議なことって他にもありまして、脳が覚醒して、感覚が敏感になる音というものがあるんです。それが、つまり霊が見えやすくなる音とも言われているんですが、440Hz の音。これ都市伝説の世界では悪魔の音とも言われていまして、ちょっとね、危険な音とも言われているんですね。この音を聞くと脳が覚醒し、感覚が敏感になり、霊が見えやすくなってしまうという説もあるんですね。どうなんでしょうね。ただね、実際に昔この音をね、悪用して人を洗脳するときにあえてこの音を出していたとか、あるロックバンドは人々を熱狂させるためにこの音を意識的に出していたなんていう話も残っているんです。この悪魔の音とも言われている 440Hz の音、ちょっと気をつけたいなぁと思うかもしれませんが、実はね、この音って皆さん誰もが絶対にね、一度は聞いている、とても身近なところで使われているんです。その場所というのが、この音なんですね。ピッ、ピッ、ピッ、ポーン。そう。時報の音。この時報の音がちょうど 440Hz になっている。これ以前ね、ある霊能者の方に聞いたんです。心霊スポットで時報を聞くのはとても危険だよという。となると、皆さん、心霊スポットに行って時報を聞くのも怖いですけども、もしね、駅のホームで時報なんて聞いてたら、これどんなことになっちゃうんでしょうか。ねえ、電車が通り過ぎる音、そして時報の音、これダブルで聞いてしまうと、ねえ、なんか不思議なこと起きてしまうのかななんていう感じがしますよね。その時はまさにはっきりと、霊の存在が確認できるかもしれません。じゃあ今日はこの動画でですね、その電車が通り過ぎる音、そして時報の音、同時に流した音を今から皆さんにお聞かせしたいななんて思います。今ね、ベッドの中でとか、ね、移動中にこの動画をね、見ていただいている方いるかもしれませんが、今から耳を澄ませてその音を聞いていただいて、周りにですね、意識を配っていただけると、何か不思議なものを見れたり感じれたりするかもしれません。では皆さん、不思議の世界に行ってきてください。どうぞ。
ー。